お疲れ様です今回は健康についてなんですけども前々からお話していてね一回まとめようと思っていたんですけどもあの体に悪い食品とか悪くない食品ってまあ想像つくと思うんですよコンビニの弁当がなぜ悪いのかとかね本当にそうなのかとかねマクドナルドは本当に体に悪いのかってこれね例えばねまあハンバーガーでいいですよマクドナルドのハンバーガー例にとりましょうか あれね肉とかパンが体に悪いって実はあんまりそこは問題ではないんですよ、まあ、実は油なんですよねで一つの事実としてマクドナルドっていうのはハンバーガーショップじゃなくてあれはねポテト屋なんですよお芋ねフライドポテトってあるでしょでお芋が好きっていう方でも芋そのものを食べたりしないと思うんですよフライドポテトを食べてるっていうことだと思うんですよ でマクドナルドの売り上げの6割はなんとフライドポテトなんですよね <laughs> びっくりですよねだってセットを頼むと必ずポテトついてくるでしょでポテトだけを食べる人もいるでしょあの丸いポテトね棒のポテトじゃなくてでそういうことを考えるとなるほどなと思うところあるんですけども実際にマクドナルドの販売戦略がポテトを売っていきましょうですからねで原価率むちゃくちゃ高くってしかもリピートもしてるんですよ で、このリピートが癖物なんですよ。なんでリピートするのかっていうと、みんな芋が好きで食べに来てるわけじゃないんですよ、実は。あれ、芋に染み込ましている油が中毒を起こしてるんですよね。で、植物性油の害と中毒症状ってのは、私の放送でもね、随分長い間申し上げてきたんですけども、なんとですね、まあ皆さんがフライパンに垂らす油もそれなんですよ。でも、 生活のの中で使う油ってのはそんんんなにたくさんありません例えば1本 900ml の油を買ってきてもまあ何ヶ月かは使うでしょう、うん、まああの最初の1ヶ月は油なんですけども余談を言うとね2ヶ月目から油でも何でもないものに変化してるんですよ酸化して、うん、だから泥水みたいなのを引いてで目玉焼きとか作ってるっていうふうに考えた方がいいんですよねで油って蓋を開けると急速に酸化しますからね、うん、だから 酸素と結びついてダメになるんですよでしかも冷蔵保存してる例ってのはほとんどないでしょ一部高級なオリーブオイルとかを使ってる人がなんか冷蔵庫にいちいち保存してる例ってのがありますけども大抵あるじゃないですかあの電磁調理器とかの上にポンと置いててね使いやすいようにだから常に熱にさらされてる状態なんで酸化むちゃくちゃ早いんですよだから一生懸命ね毒を取り込みながらしかも油には中毒症状がありますから あ常に取らないと気が済まないことになっちゃうんですよねでも実際私たち日本人は油をずっと使ってきたんでしょうか江戸時代まで油って使用が禁じられていたっていうことはあんまり知られてませんねでその後あの明治維新が起きてからも日本にはほとんど油が流通してなかったんですよこれ何でかっていうと火事が起きるからなんですよねで江戸時代は 大きな火事が起きて10万人ぐらい死んだっていうね事例があったんで徳川幕府が油の使用を禁じたんですよだから「常夜島って言って港のへさきにね灯台みたいに明かりがついてるのがあるでしょあそこに使われてたぐらいなんですよで常夜島は当然ですけども石で作られてますから火が燃え広がることもないし周りが海ですからね火事になることもないってことでしかも役人を置いてましたからねまあただ 日本のお木造家屋ってのはまあ油とか火にものすごく弱かったんでしょうねであとは日本人の体体質が油を基本的に受け付けてないんですよで油を常に取ってしまうと精神疾患とかねそれからがんの発症とか食欲不振とか睡眠障害とかめちゃくちゃたくさんの症状を出してくるんですよね、まあ、それが今ご覧いいいただいてる 第一役員工業株式会社のサイトにも書かれてるってことなんで私が勝手なことを言ってるわけじゃなくて発売元がそういう風なね警告を出してるんですよ <laughs> ひどい話だと思いませんか発売元がね油についてのがんをこうやって公開してるんですよホームページででもこんなところアクセスする人いないでしょでもちゃんと警告しますよっていう風には当然方便が成り立つんですよ 中毒性があって健康を害します。危ないですよってことが書いてあるのに、ほとんどの人が来ないだろうっていう目論みかどうなのかわかんないですけどね。うん。でも、見れば書いてあるんですよ。確かに。や,やばいね、と。<laughs> お宅のところの販売してる油危ないじゃん、みたいなね。だからリスクは書いてるじゃないですかって話なんですよ。まあ、まるでタバコですよね。タバコの箱の表面にはね、吸いすぎたら肺がんのリスクを発症しますって書いてあると。そうすると、途端に責任は個人に移るんですよ。自己責任。 警告したのにその警告を無視して撮り続けたのはあなたですよって。多分これね、ハンバーガーショップとかね、まああの、なんとかなるどっていうの、ロッテリアとか、ケンタッキーフライドチキン、も、ま、う、あ、全部そういうふうな情報を発信してるはずなんですよ。もしくは QR コードを取ると、原材料とか、どんなにね、あの、悪質な素材で作られてるのかってことが見えるはずなんですけども、まあね、どんだけケンタッキーフライドチキンが好きな人も見ないと思いますよ。でも堂々と公開されてるんでしょうね。 うんまあしないでしょうよねそ,そんなね消費者がいちいちだからうまいから食うみたいな感じでねこれうまいんじゃなくてうまいと錯覚させられてる向きがありますけどもうんだからねあの植物油,油キャノーラ油とか紅バラ油とかねオリーブオイルとかもうこういうのから離れていくことがすごく大事であの動物油油ってあるでしょうんだからお肉とかを焼くと油がジューと出ると思うんですよ でああいったので、まあ、使うなら使ったらいいんじゃないかなと思いますし、あのお肉屋さんに行ったら、脂身ってあるじゃないですか、なんかタダでもらえるやつかね、あれを2、3個持ってきて、それを使って炒め物するとか、あと基本的に日本っていうのは、炒め物がずっとなかったんですよ、戦後、GHQ がフライパン運動ってのをして、日本になかったフライパンっていう文化をね、昭和20年代とか30年代に一気に広めたんですよ、それによって、フライパンを使うときには、油が必要ですよとかね。 小麦粉をまぶしした料理は美味しいですよととか言ってなんとねあのグルテンが大量に含まれた廃棄の小麦粉をそこから売ることに成功してしかも給食にもねこれを導入したわけですよね考えてみると日本で給食っていうとなぜかパンが出てきてね、うん、で学校休んだやつのところにパンを届けろみたいなこと言われて当時は何の疑問もなくパンってうまいな柔らかいなとかねそれパン届けてね たまに机の中でカビ刺してあのカビパンやろうとかみたいなねあだ名をつけたこともありましたけどもなんでパンなんだろうとねご飯よそってカレーでも出しちゃいいのにと思うけどもカレーなんて出てきたことっと記憶に全然ないと、うん、和食が出てこないんですよだから、ね、パンがあって牛乳があってっていうのは思いつくでしょでこの牛乳もなんかアレルギーみたいなことがね小学生や中学生の時に クラスに何人かいたのを覚えてるんですけどもなんでこんな牛乳ごときでアレルギーになるのかなと私ずっと疑問だったんですけども基本的に日本人に牛乳は向かないらしいんですよね、うん、ずっと飲んでなかったんで日本人がまさに戦後なんですよ牛乳飲み始めたので何で牛乳を飲む文化があるかっていうとほとんんどの国ででは水が飲めなないからなんですよね日本では川の水も飲めるし海の近くには井戸が湧くしまさに温泉もあるしって感じで水っていうのは 日本列島どこを取ってもいい水ばっかりなんですよ。だから水は無料なんですよね。まあ最近では有料になってきましたけども。で、世界で水がそのまま飲める国って日本だけで、水道をひねってそのまま飲める水が出る国ってのは日本だけなんですよ。まあドイツがね、そういうふうな形で水道をひねったら出るようになりましたけども、ただ全部ではないんですよ。もうちょっと明確に言うと、1億人以上に 水道からひねった水をそのまま飲める状態で供給している国は日本だけなんですよね。そのぐらい日本の水はもともときれいで、で、ずっと害されてこなかったんですよ。で、何が痛い,いかというと、水が飲めない中東とかね、赤道直下とかね、アメリカ大陸全般とかね、それからユーラシア大陸全般とか、インドとか、水が飲めないんですよ。どこからとっても。 だからどうなったかっていうと、水を発酵させて食品と組み合わせて酒にしたんですよ。酒を飲んでいたんですよ。で、幼い頃から酒っていう水を取る民族が生き延びてきてヨーロッパ民族っていうのができてきたっていうことと、あとはアルコールにするそういうふうな技術がないところは、あの、ヤギのお乳とかね、それこそ牛のお乳とかっていうので水分を取ってたんですよ。それをそのまんま 料理に使使っていいたんんでですよ水が使えないんでだから動物ってのは水を飲んだり食品の中から水分を取ったり動物の体の中でろ過したものをそうやってミルクとして出してくれたんでそれを人間が取っていたって形なんですよねだからろ過の技術が発達するまでは動物が自然の力でろ過したものを飲むしかなかったとで世界中には湧き水ってのは本当に砂漠の真ん中のオアシスぐらいしかないのでもうそれに出会える民族ってのはほとんどなかったわけですよね まあそういうふうに長い歴史を学んでいく中で日本っていうのは水がバンバン出てきてお湯もガンガン出てきて温泉とかありますから温泉のお湯だって飲めるわけですからねでそうなると水をそのまま使えるから特に加工する必要がなかったんでお酒だって日本は常食してなかったわけですよね日本酒ってのがありますけどもあくまでそれは神様に捧げるために作っただけで人間が飲むものではなかったんですよね で、人間が飲む時っていうのは神様と一緒に収穫を祝う時とかねお正月とかねしかも家長みたいな限られた人しか飲まなかったんで女性とか子供ってお酒を飲んでなかったわけですよでそう考えていくと日本っていうのは水がものすごく良かったしそれから油も必要なかっただから給食に出てくる牛乳ですねこれっていうのは本当に異質だったわけですよ アレルギーが出てもそれは仕方がないんだなと今思ってますねあむしろアレルギーなのか出なかった私の方がラッキーだったなと思うぐらいで実は基本的には牛乳を飲むと日本人というのは体調を壊すんですよ睡眠障害それからあ精神疾患とかねがんも引き起こしますだから離乳食って言って生まれたばかりの赤ちゃんが離乳食をねとりますけどもあれはねミルクを飲むしか生き延びる道がないからそういうふうになってるんですけども でも早めにミルクから離れて離乳食って言ってね通常大人が食べるものに近づけていかないといけないんですよでそういうふうにしてまさに父を離れるミルクを離れる離乳食ってものが1歳とか1歳半で出てくるわけなんですよねそれなのにいつまでも甘いものを食べたりとかミルクをねずっと取り続けたりとか乳製品取ったりとか脂身の多いものを取ったりとかね それから小麦に入っているグルテンこれを多量摂取するグルテンっていうのはほとんどのスナック菓子に入ってますしそれからチョコレートも有害なんですよでそういったものを取り続けると、まあ、小児がんになったり10代や20代で精神疾患を患ったりとかね疲れやすくなったり体力がなかったりとかっていうのを起こしているということが、まあ、大体ね描かれてるってことなんですよねだから公開されてる情報をただなぞってるだけなんで私はで私もね こういうのを積極的に見るまで単なるなんか健康オタクのタワコツだろうとかねネットワークビジネスの商品を売るための方便だろうと思ってたんですけどもえどこ見ても声書いてるじゃんみたいな感じでねまあここまあ1年2年はまさにねうんあの自分の情報の取り方が悪かったなってことをね反省する日々でございますいやだから私もねそのね例えば吉野家の牛丼まあめったに食べないんですけども 牛丼がなんで美味しいのかなっつったら牛丼が美味しいんじゃないんですよ、うん、だから自宅であれを再現しようと思ったら全く違う作り方になるんですよねもちろんレトルトの牛丼の素買ってきたらなんかね牛丼屋と同じような味は再現できるんですけどもお肉買ってきてタレをつけてみたいなことをねやってると確かに植物性油が例えば焼肉のタレなんてね満載ですからね 焼肉のタレなんていうのはねあの砂糖も満載ですからね水飴とか入っちゃってるわけですよ姉妹には、うん、だからあれの味が美味しいわけなんですよねで私もお金がない時っていうのは牛あの、ね、焼肉の食べ放題行くじゃないですかタレをいっぱいつけて食べてたんですよ肉が美味しいわけじゃなくてタレの味だったんですよね姉妹にはご飯にタレつけて食べてましたからねだからねあれもねタレじゃなくて中毒性のある植物性油を混ぜこぜにして で砂糖をぶち込んで、とりあえず、うん、甘いものにしていればリピートするだろうということでね、いろんな中毒を起こしていたんですよね。まあ、たまたま私は体が頑丈だったんで、そこまでひどい目に遭わなかったんですけども、あんなのを取り続けていたらね、例えば、中学生ぐらいで、まあ、スナック菓子とかおやつとか、自分のお小遣いで食べ始めたら、それ、10年とか20年続けるでしょ、それはがんになりますって、うん、女性とかね、乳がんとか、子宮がんとか、急増したのは、まさにあれがダイレクトな原因ですからね。 であと男性の場合はね、その前立腺とかを痛めるんですよ、つまりどちらにしても男性でも女性でも、生殖行動にものすごくね影響を及ぼすんですよね、でそこまで、えー、分かってしまって、じゃあ、出生率が落ちたところには直接結びつかないんですけども、ただね、やっぱこう不妊の原因にはね、ものすごくなってるわけですよ。 で私も一時期不妊のことをねちょっと当事者目線で調べていたんですけどもその時は原因がよく分かりませんでしたでも今考えてみるとあなるほどなと確かに中学高校時代からお小遣いもらって大好きなスナック菓子とかあとねなんかコーヒー牛乳みたいなの1リットルの、ね、紙パックの買ってきてごくごく飲んでいたりとか私も知ってたんですよねうんで自分で自炊したりとかね運動をするようになって であんまりその感触ってのが必要なくなったからラッキーだったんですよねでもやっぱりこう食べ放題飲み放題とか行くとそういったものが出ていたんじゃなかろうかと思いますし確かに突き出しでポテトが出てくるとこ多かったなとそれになんかねケチャップかけて食ってましたけども毒を食べるのに毒をまぶしていたような感じですよね いや私はねたまたま体が頑丈なんで多分少々食べてもどうってことなかったと思いますけどもそうじゃない方ってものすごくダイレクトに影響出てるんじゃないかなっていうふうに今思いますよでしかもそれを10年とかっていう単位で取り続けてるわけですからねいやこれ危ないな私もプリンも大好きでねプリンを4つとか5つとかまとめて買ってきてその日のうちに全部食べるみたいなことをしたんですけどもいやあれもプリンという名の単なるサトウマビリの毒物ですよ で、あの成分調べてみたらねほとんどが洗剤と同じ成分ということでもうえっとなっちゃうんですよね <laughs> えということでね今回は第一薬品工業株式会社のサイトを見てみたわけですけどもここだけじゃないですよもうなんか、まあ、医者が教えるなんとかかんとかっていうのは私ネットワークビジネスみたいで好きじゃないんですけどもあのやばい脂肪は植物性油ですよもううちにはもう油もう置いてないですけどもでも レトルト食品とかね、あとレトルトのカレーとかね、牛丼とかね、あれもうめちゃくちゃ入ってますからね <laughs>。あの、レトルトのカレーなんて、もうカレー粉が入ってないんですよ元々、もともと。うん、もう本当に詐欺みたいな商品ばっかりですよ。だから、そこそこ値段が張っても、これはいいだろうなっていうものを買うようにはしてるんですけども、うーん、なんかね、こんなことを考えたら、キリがないですよ。で、よく言いますよね、気にしてたら食べるもんなんてなくなっちゃうよって。 いや、気にしてたら食べるものが結構出てきますよ。うん。あの、スーパーに行って棚の上の方のやつは、ちょっと高くて、あんまり量販してないんですけども、あれはまあ、当てにしていいものかなと思ってますね。それから今、あの、インターネットの通販が効きますんで、もう気にしてたら食べるものなんてなくなっちゃうっていう人は、別に気にしてない人なんですよね。だから、健康ってものはちゃんと自分の責任として、あの、作っていこうと思ったら、 例えばここにね、あの植物性油は体に悪いって書いてるでしょ。これで検索してどういうことなのかとか、じゃあランキングサイトを見てね、どれが一番悪いのかなって、これすぐ出てくるじゃないですか。それはトランス脂肪酸っていうやつですよね。マーガリンとかに入ってるあれですよ。生クリームとかに入ってる。生クリームみたいな、ホイップに入ってるやつですよね。トランス脂肪酸が体に悪いって、私、迷信かと思ってたんですよ。私がね、実際に影響を受けてないんで。でも私以外の人はトランス脂肪酸に目にやられてるんですよね。 で、そう考えていくと、いや、俺は平気だけども、他の人はダメなんだっていうことで、やっぱりトランス脂肪酸は、一部の人には耐性があるけども、ほとんどの人には耐性がないんだなって解釈するしかないかなと思ってますね。うん、だからね、健康のことについてね、口やまかましく教えてくれた人結構いたんですけども、鼻で笑ってたんですけども、逆でしたね。私がたまたま大丈夫なだけで、ほとんどの人はこれダメですわ、これ。うんん。そういうことが、やっぱ、わかってきたかなってことですよね。で、心臓も痛めてきますしね。まあ、なんせね、 普通の暮らしを送ってるようで、普通の暮らしが送れなくなってくるってところが、ものすごく怖いところなんですよ。だって睡眠障害とかって感じるでしょ生活が不規則だからしょうがないなと思うでしょ違うんですよ。職員がちゃんと正常な体を作っていたら、睡眠障害が起きないんですよ。で、思考も健全になって、で、物忘れもしないしね。そう、立体的な計算もできるようになるんですよ。それが人間本来の、 この機能だからなんですよねでこういった食品まあたい植物性油グルテン小麦それから乳製品こ,んこういったものですかねあと何か1個あったかなまあこの3つですよ、うん、この3つを避けるだけであの正常な体は取り戻していくことができるととりあえずね、あのー、3ヶ月とかやってみるとまるで違った味覚とかコンディションになると思いますよただやっぱりね 体に入れるものを避けるだけじゃなくて、いい生活環境を作っていこうという考え方や実践もすごく必要になってきます。まあそうなると、人に誘われてもね、飲み会なんて行きたくなくなりますね。うんまあこのぐらいのことをもう今ね、20分ぐらいで話しましたけども、20分ぐらいでわかることでも、この20分すら健康に捧げれない方ばかりですから、それこそ安くて量があって美味しいものっていう選択肢で、 食べ物を選ぶようだったらまんまと安いね二足三文の食材で中毒症状があってねそれを繰り返し食べないと気が済まなくなるものにまあどっぷりと浸かるんじゃないかなってとこですあ,あもう一個砂糖でしたね砂糖ねで砂糖もね江戸時代に徳川幕府が使用を禁じていたんですよ法律で禁じてたんですよ江戸時代ってつい最近ですから、ね、200年300年200年前かねえうーん すごいですよね。ちなみに特大15代将軍。な、誰でしたっけ最後の将軍ですよね。最後の将軍を見たことがありますよっていう風な人が現代まだ生き残ってるらしいです。うん、そう考えていったら、今この日本で生き残ってる人の中に、あの、最後の江戸幕府の将軍を見た人がいるってことは、江戸時代とね、ちょびっとだけ、まだ私たちの世代ってのは被ってるんですよね。うん、そう考えたらますますね、 江戸時代ってつい最近だなって気がしないでもないですけども、その江戸時代に砂糖も油も法律で禁じていたっていうね、まあそういった事実を見て、なんでそうしたかっていうと、油に関しては大火事が起きてひどい目に遭うんで油を使うなということで、もう焼き物とか煮物ばっかりになってたわけですよ。しかも焼き物ってのは、つい昭和40年代、50年代まで七輪で家の外で庭とかで焼いてたでしょ、サンマとか、うん。これ本当私も、 体験してる時代ですようんそれからそうですねえーまあ、砂糖もずっと使ってこなかったのはあのアヘン戦争があったからなんですよ1840年に中国でねアヘン戦争イギリスにあの覚醒剤によって中国が侵略されたって歴史があるんですけども覚醒剤って一括りにしてますけどもその一つに砂糖があったんですよでもともと砂糖って世界中で取れるものではなくって そのインドネシアとかマレーシアの熱帯の一部のところでしか取れなかったんですよだから砂糖を生成する技術もなかったんで世界中に砂糖っていうのはものすごい貴重心として流通してましたし劇薬とかねも,もちろん薬とかの役割だったんですよで中毒を起こすからあ一部のね昔手術の器具とか技術のなかった時に砂糖を使うってことはあったんですけども基本的には砂糖っていうのは取らなかったんですよね でルイ14世だかなんかが砂糖で作ったカステルとかが大好きで病気になるからっていうんで歯を全部抜いてしまったって逸話もあるぐらいなんですけどもまああの時の権力者は禁じられた砂糖をね独占していい暮らしを送っていたのかもしれませんけどもその代わり掃除じて早死になったということですまあそういったことからも王様ですらね当時の医師に砂糖を止められても 俺、うん、は砂糖大好きなんだ。つかね、取り続けて、結局、王朝を破滅させていたっていう、まあ、裏事情もあるのかなっていうふうに思いますね。はい。まあ、そんなことで、今回の、えー、健康に悪い油油について話したつもりだったんですけども、単なる人類の歴史について話したような感じになっちゃいましたね。はい。ということで、今回以上です。